はい、皆さんこんばんは。こんばんは。目と耳と心の癒しタイムの時間です。今日でですね、もう13回目になりましたね。そうなんですか。はい、13回目ですね。はい、お相手はですね、私目と耳の整体院ブレインの石川です。よろしくお願いいたします。お願いします。今日のゲスト、島田氏、金谷ですよね。はい、金谷。はい、八百万の神カード公認インストラクター杉浦泉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。後ほどですね、お話を伺いたいと思います。はい、その前にですね、スポンサー様ですね、紹介をさせていただきます。もっと楽しく、もっと自分らしく、笑顔の家づくり、ウィングホーム株式会社様。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よもぎ蒸しとマッサージ生理痛改善サロン、カオピレ様。ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽、ドリームウォードの講師、坪井美希様。ありがとうございます。ペットの複合施設 DC キャッスル様。亀屋鍼灸者のびのび様。心理カウンセラー吉本みかん様。美容の力で世界を笑顔に、袋井の松江区脱毛はソワニエ様。ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様。ありがとうございます。パレスホテル様。はい、ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様。はい、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校、アトリエシャルマさん。ありがとうございます。あちらにいらっしゃいます。はい、それではですね、早速お話をしたいなと思いますけども、本日のゲストを紹介いたします。島田氏から来れました、杉村泉さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、自己紹介をお願いします。はい、八百万の神カードというこのカードをやっております杉村と申します。一応公認インストラクターになっておりますので、どこでもお呼びください。はい、いいかな。はい、ありがとうございます。それではですね、この神カード自体ですね、はい、どういうものなんですかね。どういうの。はい、ちょっと皆さんわからないと思うんですよね。はい、私は分かってます。日本の古事記を分かりやすく、学ぶために作られたカードです。はい、はい、いろいろな、この中にまだ24柱の神様がいらっしゃるんですけれども、うんうんうん、そのカードを通して日本の心を学んでいこうっていうのが趣旨です。うん、なるほど、ね。はい。っていうことは、はい、古事記と、うん、はい、まあ、古事記には神様が出てくるんですよね。はい、そうですね。で、これとその古事記と神カードとの関係って何かあるんですか。あ、はい。古事記を学ぶにはとても難しいんですよね。はい、ですから、この古事記を分かりやすく、子供でも分かるようにカードにして教えようっていうのが最初です。はい、で、世界で一番長く続く国はどこだと思いますか。はい、どうですか、浅井さん。知らないですか。中国は4000年の歴史って言ってますよね。はい、でも日本です。あ、はい、日本はたった一つの皇族でずっともう2600年以上も続いております。中国とかはもう皇帝は変わってますよね、しょっちゅう。で、ずっとそこでもう途切れ途切れになっていますので、日本のように続く国は他にはありません。そういうことですね。はい、で、その長く続いてきた理由っていうのが何かっていうと、それは日本人らしさっていうのがあります。うん、はい、日本人らしさっていうのは古事記の中で学ぶことができます。はい、で、そのために古事記というのは、まあ、大切なんですけれども、古事記の中には日本の神様がたくさん出てきます。で、神様を学ぶことによって日本の心というのが分かると思います。はい、はい、で、まあ、古事記自体は難しいので、分かりやすくということが趣旨ですね。はい、やっぱりあれですかね、単にその古事記を読んでも理解ができない部分が非常に多いですね。はい、はい、まあ、それを分かりやすくしたものがこのカードっていうことでいいんですかね。はい、はい、そうです。で、日本の神様は全知全能の神ではありませんので、はい、人間と同じように個性もあれば喜怒哀楽もあります。はいはい、ですので、すごく身近に感じることができるんですよね。ということは、はい、人間と同じように悩んだり、はい、怒ったり泣いたり、はい、っ
ということもしてるということですかね。そういうことですね、はい。なるほど、はい、怒ったりもするんですね。怒りますよね結構怒ったりしますよね。はい、はい、で、まあ全知全能ではないので、はい、自分の担当以外のことはできないですね、はいはい、だからみんなの力を合わせてやろうっていうのが日本人らしさに通じてます。確かに、はい、あの実際に神様ってどれぐらいいるんですか。数えたことはないんですけど、これって単純に 800万じゃないですか。そうですね、そうですね、はい、800万日本人は昔から何に対しても命が宿るっていうことで、はい、いろんな神様を作り出してきてます、はい、その数をまあ合わせて800万と称しているんですけれども、はい、8という数字は日本人にとって一番馴染みやすい数字なんですね、はい、8って末広がりじゃないですか、ね、あ、ね、そういう意味、はい、なので800万ってついてると思いますが、そういうことですね、はい、結構アバウトですね。800万自体は、ね、はい、そうですね、はい、あの七福神もこの中に入ってますね、はい、あ、そうですね、はい、あの外国から来た神様も日本の神様と同じような性格だったりして、はいはい、した場合は同一神としてされますので、はい、七福神って前ね、ここにゲストで、ね、名前に来ましたよ、あ、そうなんですか。僕一人になりましたもんね。ちょ、ちょうどね、一人ね、かけちゃったんだね、急遽。ああ、もう神になるという。そうだったんですね。呪老人とかなんかね、なったんですよね。はい。まあ、そういう何でも神様は宿ってる、まあ、魂が宿っているっていうことで800万ってことですね。ああ、そういうことですね。まあ、あの、身近の神様って何かあります？この辺、この。身近な神様ですか？一番こう身近だっていう。身近な神様？まあ、この辺ですと、はい、多分秋葉さん、あの、火の神様で、はい、台所なんかにこう、はい、お札飾ってありません、うん、ね、はいはい、そういう方がね、割と身近だと思います、うん、あとはあのよくね、アマテラス大神、大神、ね、とかね、はい、あの、こう何、こう、縦にこう、ね、はい、お札を ね、書いたりとかありますよね、はい、はい、ありますね。皆さん神棚にちゃんと飾っていらっしゃいますよね、はい、そういうものがもうこの中に全部入れて、はい、いらっしゃいます。はい、カード自体は何枚あるんですか。カードですか、うん、その八百万の24柱の神様なんで、それが一応2種類で48で、アマテラス大神だけ4枚ありますので、はい、入ってる、入ってます。なるほど、そうですね、はい、必ず誰しもその神様がいるんですよね。そうですね、ごしごしっていうか、はい、そうですね、で、それはまた調べれば分かるということですよね。それと、はい、あとその神様 の、 そのこのカードでリーディングができる、はい、まあ、できます。まあ、要するに、はい、読むわけですよね。はい、そうです。それもちょっと今実際にここでやってもらえますかね。あ、はい、わかりました。はい、ちょっと上に、はい、前にバッ、はい、それなんですか。はい、これなんですね、この神様カードを作られた先生が書かれた本です、はい、あの小坂先生とおっしゃいまして、はい、この方はあの、うん、九州にある日本の古事記館というところの館長さんです、はい、でこの本人の中で調べれば自分の守護神を調べることができます、はい、でこちらのカードがその24柱の入っている神様カードです、はい、これでリーディングします。はい、ではぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今日は何をお聞きになりたいですか。そうですね、これでちょうど平成が終わって、はい、あ、はい、令和に変わるじゃないですか、はい、で令和に変わって、まあ何ていうんですかね、こういいこととか、はい、こういうことに気をつけた方がいいよとか、あ、はい、でまあ皆さんの生活がこうね良くなるかとか、あ、まあ、そういったところもちょっと聞いてみたいですね。良くなるかどうかですか、まあ、まあ、生活がいい悪いんじゃなくて、平和にこう過ごせるのかなとか、ね、はい、まあ、一応神様カードはそういう、はい、占いではないので、はい、あんまりそういう大雑把なことではないですけれども、あ、じゃあどういう時代になるかとか、どういう分かるんですか。あ、そうですね、まあ、はい、自分がその時代に対してどういう心構えを持ってればいいかっていうようなことを自分に対してのカードですので、例えば私の場合は、はい、尽くす、尽くす、はい、をちょっと今目指してるんですね。あ、尽くす、はい、はい、あのちょうどですね、はい、私この間あのイベントがあってそこでね書いてもらったのがあるんですよ。はい、ですね、ここに
これ、はい、尽くす、あ、尽くす、はい、これについてちょっと、尽くすについて、はい、尽くすことについて、はい、その尽くすということを自分に合ってるかどうかというか、うん、そうですね、まあ、それをずっと突き詰めてっていいのかどうかっていう、はい、はいはいはい、そうですね、それをやることにあたって、はい、はい、自分の対しての心構えですね、はいはい、そうです、そうです、はい、わかりました、はい、ではカードを浄化させていただきます、はい、で切ります、この中から3枚カードを選んでいただきます、はいはいはい、山をずらして切りますので、はいはい、自分がハッと思ったところでストップをかけてください、はいはい、ストップ、はい、ストップ、はい、こちらはまず現状です、現状、はい、はいはい、この神様は何の神様ですか？竹南方の神です、はい、この神様は、はいはい、軍神、山の神、農業の神、風の神様です、諏訪大社の祭り神であり、大国主のお子様です、はい、長野県ですね、はい、そうですね、はいはい、でこのカードは初心改心と申します、初心改心、はい、初心に帰りましょう、あ、はい、諦めると見極めるの違いを知る時です、初心に帰り課題を見つめ直し、はい、再起するための準備期間と考えましょう、方法はいくらでもあります、はい、道は一つではありません、なるほど、自分が決めた道を疑うより自分を信じることを選んでください、うん、見極めた先に大きな成功が待っています、はい、こちらは現状です、はい、こちらは問題点です、問題、はい、はい、では大国主の神と、大国主の神です、はい、大国主はご存知ですよね、聞いたことありますね、はい、今までの苦労が報われます。後期天台です、はい。おめでとうございます、はい。身も心も充実し、後期に恵まれるでしょう。はい、ありがとうございます。まさに実りの時です、はい。目の前のチャンスを積んでください。数々の試練を乗り越え、勝利を目前にしています。多くの人があなたを支え、力を貸してくれるでしょう。はい、じゃあ、いいことですね。そうですね、いいことですね。はい。はい、でこの問題点を自分でやり遂げる、はい、超えようと考えた行動の後に来る未来でございます、はいはい、まあ、決めたことをとにかく突き進んでいけばいいということですよね、そうですね、はいはい、こちら八神姫です、はい、八神姫は大国主の最初の奥様です、あ、そうそう、あ、それ見やすいですね、はい、はい、絶頂期です、はい、今が絶頂期です、はい、華やかで人生絶頂の時を迎えています、はい、多くの異性から誘いがあるでしょう、その中で素晴らしい出会いが待っています、はい、さらに子宝に恵まれることもあるでしょう、ただ人は慎重に見極めましょう、はい、調子に乗るんだと、そうですねそこ、はい、それ大事ですね、はい、調子に乗るな、そうですか、はい、はい、これからに対してその尽くすということに対して初心に帰ってということですね、はい、はい、もう一度 見つめ直して、はい、でそれが本当にいいかどうかをもう一回見て、はい、で 今までやってきたことを、はい、さらにこう進めていけばいいと、そうですね、で、まあ、落とし合うのもあるから気をつけませんよなというようなそんなことですかね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、皆さんどうですか、自分の神様知りたくないですか、知りたい、知りたいですよね、で私はね、うん、もう分かってるんですよ、この間見てもらったんで、知ってる、はい、はい、はい、スサノオの見事なんですね、はい、すごいのついてます、はい、はい、でさっきちょっとね聞いた、岡村さん、はい、岡
村さんは増加三神といって、それ聞いたことない。最初に生まれた神様です。すごいじゃん、はい、まさにまさにだね。だから3つもあるから呼ばれなんです。どういうこと、増加三神、はい、3ついるってこと。3人の神様が1つで、はい、すごいすごいね。あ、そうなんですよ、はい、うん、どんな感じなんですか。どんな感じですか、うん、はい、増加三神、はい、増加三神です。3人生まれたんですね。はい、3人が1つになってしまったっていう感じ。まあ、そういうことですね。すごいじゃん、そりゃレアじゃん。じゃ あ、 あの単純に言うと3馬力ってことね。神様も3馬力でしょ。まあ一応まだ人の形になる前の神様といった方がいいですかね。はい、人の形すらしてない。一応、はい、調和とか、調和とか融合とか、はいはい、命とかいう意味があります。はい。はいはい、で、うん、最初に生まれた神様が、はい、雨の御中主とおっしゃって、はい。で、宇宙の起源の神様です。はい。で、その次に高み結び、生のなる神様って書くんですけれども、はい。はいはい、で、その後が神結び、はい。この神様が増加三神です。まあ、要するにあの守護神としているってことですよね。そうです。やばい人じゃないですか。すごいですよ。だから例えばその神様の生き方を勉強して、はい、そういけばいいってことですかね、はい、そういうことですね。詳しいですね。いや、そうかなと思った。この本に一応載ってますので、はい、わかりました。はい、はい、どうぞ。1400円ですよ。一応あの自分の、ね、神様の物語もちゃんと載っていますので、でも、こういうの知っておいて、その人はこういう生き方したっていうのを参考にして生きていくってのもいいと思いますよ。神様の生き方を参考にするんですか。作った神様がね、なんか作っていけばいいのかな、はい、そうですね。だいぶ性格は7割方似てるということだな、はい、はい、はい、もうちょっと時間があるんで、どうですか。あの生年月日発表してください。大きな声で。1973年。あ、入ってる？入ってますよ。1973年。10月9日。大丈夫です。堂々と生きてるんで。はい。はい。サルタヒコです。あ、サルタヒコってあの。人の伊勢神の近くに、はい、そうです、ね、はい、そうですよね、はい、サルタヒコ地下。あ、これからそうしましょうか。どんな感じなんですか、サルタヒコさん。はい、陽気で華やかな、明朗活発な方です。そのもんですね。そう、頭の回転が速い、機敏で行動的、手先が器用、あ、器用、世話好き、お、世話をねしてくれ。全部合ってますね。そうですね。全部合ってる、全部合ってる。秋っぽくて、はい、乗せられると弱い。ということは、あの、あれですか、豚でも木に登るってやつですか。合ってる合ってる、すげえ合ってる。で、負けん気が強いです。で、じっとしてるのは嫌い。そう。で、すぐに結果を出したがる。あ、そう。あ、じゃあ結果見えないことは嫌です。というの、だいたい代償的な性格ですね。はい。分かっちゃいますね、じゃあね。こうは。まあ、要するにあれですよね。はい、あのこれも統計学なんですよね。そうです、統計学です。傾向が、ね、はい、見えるっていうことですよね。そうですか。やってもらってます。まだあと5分ぐらいあるから大丈夫ですよ。はい、1983年、はい、5月28日です。5月。あ、5月誕生日。そうだ、来月。雨のたじからおです。お、なんか聞いた。さっきのじゃん。ドアをパシッってやった。あ、明るくスマートで礼儀正しく何でも要領よくこなすあなたの素質は力持ち。素質は力持ち。あな、みんなから愛されスポーツの守護神と言われている雨のたじからおです。はい、で基本的な性格が社交的で誰とでも仲良くできる、柔軟な姿勢を崩さず礼儀正しい、流行に敏感で時代の先端を行く。それはちょっと違うね。真面目で公平な調整役。真面目そうですね。真面目ですよね。
新しいものが好き。そう、そう、新しいもの好き。新しいもの好きですよ。あで、容量よく何でも器用にこなすが、プライドが高い。あ、プライド高い。容量はあんまよくない。引き立てられたくて、うん、控えめな態度を取りやすい。あ、そうですね。メンツや立場にこだわる。割と傷つきやすい。あ、傷つきやすい。攻撃的だが諦めやすい。攻撃的ですよね。じゃあ意外に攻撃的だ。そうなんですね。結構攻撃します、ね、うん、はい、まあ、大体、ね、7割方合ってるよ。はい、はい、ありがとうございます。で、杉村さんね、これやっていて、はい、あのお客様の反応どうですかね。あ、大体合ってるとか、ええ、そうですね、あ、そうだったんだとか、うん、そうですね、やっぱこの現状は出ると皆さん、はいはいはい、って感じで驚きますね。はい、やっぱりなんとなく、あ、やっぱり自分に言われると、あ、そうなんだなっていうのと、そうです、ね、自分で納得したりして、はい、ありますね。それはそうですね、はい、これやっていて嬉しかったことありますか。はい、あ、助かりましたとか、ね、あの、この今後のことがよく分かりましたとか、はい、あの、その後でまた、ね、すごく分かった、良かったですっていうふうに言われたことは嬉しかったですね。まあ、ある意味心をちょっと癒してもらったりとか、はい、そういう方にもつながってるってことですね。はい、そういうことですね。はい、はい、ありがとうございます。で、もうちょっとしかもう時間がなくてですね、はい、直近のですね、イベント情報ありますか。はい、今週末、ちょっと遠いんですけれども、はいはい、あの、富士宮市の戸上というところで、はい、ウエストパークっていうイベントやります。はい、で、私も出ますが、いろんな方、まあ、もちろんヒーリングとか、うん、あの、ワークショップとか食べ物とか出ますので、もしあのゴールデンウィークなんで、そちらの方にお出かけの途中で寄られるような方は覗いてみてください。はい、2日間やるんですね。はい、そうです。土日でやります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、もうすぐもで時間ですけどね、平成も終わってしまってね、これで令和になるんで、やっぱりこれちょうどいい、なんか皆さんこう気分転換とか、こういろんなものをこう変えていくといいかなと思ってるんですけどね。そうですね。はい。はい、そしたらですね、そろそろ終わりですけどね、あの、今日はあの、わざわざ雨の中来ていただきまして、ありがとうございました。杉村いずみさんでした。はい、ありがとうございました。この後ですね、19時30分から、好きを仕事に、あんちゃんの女性起業家応援チャンネル、今日はですね、代理のサリーちゃん、沢木さんですね。はい、で、ゲストさんがですね、アーユルヴェーダセラピストの鈴木雅美さんですね。はい、お楽しみにしてください。